こんな感じで、すみません、せっかくの写真だったんですけども、まず皆さんにお願いしたいのは、まあ、今回、専務から皆さん、基本的には皆さん、ご留任をいただきました、特に新たに閣僚になられた皆さんのサポートは、ぜひしっかりをしていただきたいというふうに思います。その上で、さらに2つお願いをしたいと思います。政務三役、特に政務官の皆さんは、国会でも、あるいはさまざまな現場においても、最前線で説明責任を果たす役割になるかと思います。ますますこれから説明責任が重たい責任になってくるかと思います。例えば、社会保障改革、何がどうなるか、これ、ぜひ厚生労働の政務官、はい、先頭に立っていただきたいというふうに思います。例えば国交省、ヤンバどうなるんだ、ダムどうするんだ、こういう説明のぜひ先頭に立っていただきたいというふうに思います。で、合わせてですね、それぞれの省で重大な仕事がいっぱいあるかと思いますけれども、一方で一体改革を進める上で、行政改革をやり遂げること、これは国民が一番望んでいることであります。で、行政改革、総論では賛成なんですが、各論に入るとまたこれ、いろんな意見があるんです。で、特にですね、各省においてはいろんな省益が発生します。行政改革、例えばどんなのがあるか、特別会計の改革があります、独法の改革があります、各省にいろんな関係があるんですね。で、それはぜひ政治主導で乗り越えていただくように力を振るっていただきたいと思いますし、行政改革だけではなくて、例えば地域主権改革の中で、出先機関の廃止をしていこうとすると、これもいろんな省益が出ます。各省のいろんな意見をよく踏まえながらも、でも一番やるべきことは我々の政権何なのかというと、やっぱり行革と地域主権改革です。その各論でですね、ぜひ進展できるように皆様には特に汗をかいていただきますように、私から心からお願いを申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします。